はい、FM 流進堂 DJ の流進です。3日前に岩手に行ってきて、そして、あ、違う、2日前に岩手に行ってきて、そして昨日宮城に行ってきて、そして今日の朝、東京の方にね、東京神奈川の方に帰ってきたんですけれども、まあ震災の支援ももう何回目になったかなっていうようなことをね思うんです。そしてまあちょっと今回ね、震災に絡んだ昔の話をしたいなと思います。まあ震災の支援をし始めて1年と半年が経ちました。正確に言うと1年と約半年、1年と5ヶ月が経ったというような状況なんだけれども、まあその中で今まではね、岩手で活動する、岩手でボランティアをやるっていうことを決めていたわけなんだけれども、今年の3月に福島に行ってくる機会があって、でそれから、6月前だったから3ヶ月間4ヶ月か3月も入れると4ヶ月間は福島に行ったり岩手に行ったりっていうことをしてきたわけです。そしてまあもう3回目になりますけれども、今宮城県の石巻市の方にも支援に行き始めてて、まあ石巻でも支援をし始めることになったんですね。それでその時の話っていうのが、僕石巻って実は行ったことがあったんですけれども、石森章太郎記念館っていう、まあその石巻の人の、地元の人ならかなりもう有名で知ってる方が多いと思うんだけれども、まあ石森章太郎記念館っていうのがあるんですよ。でもうこれ何年前になるかな、5年前になると思うんだけれども、まだその FM 流進堂を始めて間もない頃でしたよ。その時にですね、まあ生まれて初めて、デジオというものを、デジオの階層だと言われている、まあ、田中勝樹先生に、お会いする機会があったんですけれども、まあそれが、初めて会ったのが仙台だったんですね。でまあ今でもね、その時のことを思い出すんだけれども、田中克樹さんは大阪生まれ大阪育ちなんだけれども、東京に今住んでるんですね。だから僕も東京住んでたし、会うなら東京の方がいいんだけれども、なぜか初めて会ったところが仙台だったんです。それで、仙台で会ったんですけれども、次の日に、一緒にですね、田中克樹先生と一緒に石森章太郎記念館の方に行ってきたわけですよね。でそんなことをですね、行ったっていう、石森章太郎記念館に行ったっていう記憶はね、ずっと鮮明に覚えてて、でその時の、まあ、帰りの電車の中で、でレジを取ったこととか、そういうことも思い出せるんですね。でそういった状況の中で、石巻っていう地名をしばらく忘れてて、そして行ってみて思い出したわけです。石巻という地名、どこかで聞いたことがあるなと。その震災の後もどっかね忘れてて、でもなんか知って
ってるし聞いたことがある地名だなと思ってたんですよ。それで偶然まあとあるニュースのフィードからですね知ったんだけれども、石巻市の、まあ、端っこの方ですね、もう本当に県境というか、市の境というか、まあ、本当に端っこの方に長面という石巻市の市民でさえちょっとあそんな名前のとこどこだっけって思ってしまうようなんで、そんな端っこの端っこの方にですね震災から1年以上経っているのに未だに電気も水もガスも通らないっていうような地域があるということを知ったんです。それでそんな地域にねいる人はどんなに辛いだろうかと、どんなに苦しいだろうかということを思ったら、自分にどんな支援できるかはわからないけれども一度見に行きたいなと思ったんです。でそれでですね初めて行ったのが6月の前半にその長津良っていうところのまあ見学に行ったんですね。それで本当に噂通り電気も水道もガスも通ってなくて、そこに人はいるんだけれども実際は、そこのとこに住んでなくて、まあ、仮設に住んでるそんなような状況で、まあ、そこから昔の家に通って、まあ、荷物の整理をしたり、まあ、片付けをしたりなんてしてるんだけれども、まあ、一向に綺麗になる気配もなく、周りも全体的に地盤沈下をしてしまっているので、まあ、ちょっと水海、水没した町みたいなね感じで周りが湖みたいになっちゃって水浸しになっちゃってるようなそんな場所だったんです。でまあこれからもねそこの場所に支援しに行きたいなと思っているんだけれども、まあ行った時に初めて5年前の記憶と今の震災の記憶というのがぶつかってつながったわけです。その当時のことも思い出して、あの石巻の市内に行けばあのその時の当時のね思い出が蘇ったわけです。あ石森章太郎記念館行ったなと、そしてその後なんか魚介類のねあの美味しいお店に行ったなとかね、そんなことが思い出されたんですね。でそんな思い出の場所が、まあ、震災でねボロボロになってしまって、まあ、そこからまあ復興して立ち上がろうっていうようなねそういった気持ちは皆さんお持ちだと思うんだけれども、あなんかそうやってもう一回自分がね忘れてったけど昔行ったところに行く機会ができたのもまた震災っていうのがあったからなのかもしれないなっていうふうなことを思ってちょっと感慨深い思いがしました。まあ今日の話は本当に別に結論があるとかそういうことじゃなくて、本当に今ねその自分の身に起こったことを話したんですけれども、まあそんな話です。はい、ありがとうございました。